ゆずたまりゲーム実況2年目長のハルティです。山田やで。1年ゆうまです。キュウです。ということで今回はですね、またもこちらのマップです。超豪華なこの方々をお呼びいたしました。ドズル社さん、そしてビントロールのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは、オムラフくんです。よろしくお願いします。ボンジュール、ボンジュールダッタームでーす。ビントロールのシリコです。よろしくお願いします。ビントロールのキャリコナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この8人で楽しくアカウントやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。この紫髪のキモい怪物に出会ったら皆さん逃げてください。ちょっと並んでくださいよ、シルコさん。やばいやばいやばい。よし、頑張ろうぜ。頑張りましょう。いや、逃げる。逃げるんだ。近い。頑張りましょう。逃げるんだよ。マイクロアカマントは既存のホラーゲームをモチーフにしたゲームです。逃走者は学校に散らばるアイテムを集め、学校から脱出するか、アカマントを倒せば勝利となります。逃走者は3を回収してプールの扉を開け、その先で釣り竿を使うと黄色の紙を入手できます。学校内にあるお札で祭壇の部屋を開け、7色の紙をお供えすることで赤マントを倒せる草薙剣をゲットできます。学校内には人体模型のパーツも散らばっており、同じく7種類集め人体模型が完成すると脱出に必要なロープを入手することができます。3階にある自動販売機で100円玉を使うと、パン、牛乳、回復ドリンクを入手できます。パンと牛乳を屋上の少女に渡すことで扉が開き、緑の紙の入手、またロープを使用することでの脱出が可能です。赤マントは逃走者を全滅させれば勝利となります。能力が変わるマスクチェンジやワープなどのスキルを使用して逃走者を追い詰めます。逃走者が使用できるダクトには赤マントは入れません。それでは楽しい肝試しの始まりです。それでは、行きます。あー、もう誰かおっしゃった。始まる。え、始まりますもん。始まります。はい、スタートー。よーし、さあさあ、食べちゃおうかな。アイテム集めまくりましょう。あー、開けてほしいなー。やばい、赤マントじゃ開けちゃったな。あ、開けてくれたんだけど。釣り竿だ、釣り竿。あ、釣り竿ナイス。開けてくれたってことは、食べに行っていいっていうことですよ。なんで Q さん。あれ、でも Q さんが開けたんだよね。え、なんで開けちゃうの、青色の、青色の紙だ。あ、ナイス。ナイス、ナイス。お札欲しいな、お札。そうっすね、お札があれば。もう見つけ次第ね。あ、お札だ。開ける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 。胸部見つけましたよ、胸部。ナイス。ちょっと、ここでスキル出しとくか。皆さんがアイテムを集めるために僕の足は速くなっていく一方なんで。やべ、そうだった。そうなんですよ。そんなルール聞いてないぞ。お前何回もやってるだろ。知っててくれ。あー、光ってる、誰か食べちゃおう、食べちゃおう。あー、ボンさん、ボンさん、パク。ボンさんがやばい。助け、シロ、助け、助け、助け。やだ、やだ、来ないでよ、ボンさん。助け、助け、助け。この先にいるのかな。助けて、助けて。下から、ちょっとパワーモードに変えていくか。ガチじゃねえか、なんだ、なんだ、なんだ。いや、なんか、オレンジの囚人みたいな人が見えたわ。ボンさんに。あ、囚人。なんか、もやもやしてる。ちょっと、シロさん、俺にスプレー使ってたの、シロさん。今勘違いしてる可能性がある。ちょっと匂ったもので、ボンさんごめん。消臭じゃないっすよ別に。やっぱボンさん臭いんだ。臭くない、臭くない。自然の香り、自然の香りだよ。3階にはいないのか。あ、開いてんだ。よし、紙納品2個。今紙3枚集まってますね。え、9が。すごい。違う、今集まってる分。あ、俺のも含め、自分の手柄みたいな。そうそうそう、言い直した。やってるよな、こいつ、マジで。あ、キュウさん、コラボだからってよく見せもしないよ。テレポート、いいね。やばい。ね、3のトイレ、テレポート、3のトイレ、トイレ。私は机。私は机。机か。机の妖精が。ここピッと。俺、バケツだった。お前、机。ちょっと机に小指ぶつけちゃった。おはようございます。出るぞ。あ、いったな、オラフくん。はい、パク。どこ行きゃいいんだ、これ。お前、お前、叩くときパクっていうのやめろ、なんか。腹立つから。あ、誰か光ってるな。シルコさん、びっくりした。あー、ビュンビュン。後ろに来てる。早いって。じゃあ、早いって。おい。お前、コラボ先にちょっと気遣ってんじゃねえよ。
お前しやばい、シルコさんの方が手前にいたの今。優しさを受けてる今。これ、いや、足早すぎてちょっと制御できなくて。なるほどね。決して身内に厳しいわけではない。まさかまさか、だって今シルコさん殴っちゃったもん。でで収めてたら。収めてる時なんて無防備ですからね。助けて、ここ。あ、こっちだ、こっち。トイレどこ？ 2 階にあったよ。あ、行った、行った。クモ捕まった、クモじゃん。いや、それ殴って、クモ殴って。あ、やばい。一発射見せたでしょ、今。パワーモードで、じゃあ、ボンさんを殴るか。やめてボンさん。置いてかないよ、よいしょ、置いてくな、置いてくな、なんで置いてくの、なんで置いてくの、ボンさんが元気だ。これどこに置くの、これ。スピードモードにしたいな。一生こっから、こっちか。ここです、オラフ君。ここに紙を入れると。どこだ、あ、しかってる扉が。一階どこ、一階。いつも同じ階に来ちゃう。オラフ君発見。追いつかない。制御はできない。これ、取れる。アンチないから、ちょっと殴れない。よいしょ。あー、クモンとやばい。シルコさん、その種ね、3回行くと使えます。ハルさんが一番体力残ってるとか、それはちょっと良くないな。シルコさん、下、1階から行けます。3階にいるとか、シルコさんついてきて、おい、ピントロールのシルコさんが今から3階に行くぞ、ユーマ。なるほど。まずいな。これが圧か。18さんは1階にいまーす。ちょっとこれ3階から出れなくなっちゃった。開けてくれ。やばい、3階から出れないの？出れない。開けてください。あ、やばい、鬼が来てるから。嬉しい。あ、鬼が来てる。終わった。よいしょ。痛い。モンさんの体力もパワーモードで一発かな。おい、やめて、閉めた。閉まってる。山田さん、わっさわっさわっさ、容赦なく殴ろう。ちょっとなんかボンって文字が、そこに右クリック。やめろ、ボンって文字が。あ、俺なんか書いた。よーさん、ナイスです、ナイスです。言い残す言葉はありますか、ボンさん。こっちないよ。ボンさん、言い残す言葉ない。ボンさんが今食い止めてくれてるから。ボンさんが食い止めてくれてるから、僕らボンさんがみんなのために食い止めてくれてるから。あー、幸せな人生だった。これ、右クリックして、入れていただくと、お、シルコさん牛乳ゲット。ナイスです。ゆうまさん、ビントロールのシルコさんが牛乳をゲットしたぞ。ここに入れていただければ、あとコッペパンがあれば開きます。コッペパン、やばい、コッペパン。これさ、ボンの3入りバケツで開けたかな。いや、ボンさんはね、バケツを持ちながら命乞いしてましたね。あ、やばい。じゃあこのマップのどこに、これね、アイテム持ちながら死ぬと、そのアイテムが元あった場所に戻ります。あ、ちょっと紫色の髪の毛が見えた気がするな。それお前のあれで、あの髪、目にかかってるだけ、それ。おい、9開けろ。あー、はい、サイダー、サイダーからのポーン。あ、やばい、スプレーどうか。あー、クソ、ナイス。あー、出会っちゃったなー。あれまずい、あれ、ちょっと通りまーす。前通りまーす。まあちょっと1階に行って、あ、ちょっとなんか雪だるまも見えたな。いや、オラフ君、俺らの後続いたって。よし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 。ってことはここら辺で。ドア開いて、山開けてくるし。ガタガタ。俺ダメだ。どこだ？じゃあ3入りもある。よしよしよし。俺も体力もダメだ。あ、光ってる。体力もダメだ。殴っちゃいまーす。ぷい。お尻を向けてでも白すぎるんだよな。ナイス。あー、締められた。うまー、それ。これで。うまいだろ。よし、そして。テポートします。ナイス。そうそう、2階に誰がいるか。オラフ君、プール開いた。オラフ君、プールが開きました。ねえ。釣り竿で。はい、釣り竿で。マスクチェンジしてから殴っちゃおうかな。山田さん、よいしょ。あ、まだ？あ、2階開けてない。山田君、2階開けて。頑張って2階開けて。あ、やばい、ビントロールのお二人が。あ、僕、ビントロです。嘘つけ。なるほど。3人いたっけ？そんな、そんなクソガキはいない、ビントロールさんに。あ、釣り竿さんだ。これ、3階に。ナイスです。来た。1階にいたよ。こっちは何もないから。さあ、移動して。あ、でもワープしてます、赤マント。あの、もやもやの後はワープした後。あ、光ってるぞ。ワープした後だから、もうここにはしばらく。あ、やべ。やべ、カメラ。やべ、そう。バレてる、バレてる。行っちゃうんだよね。え、何階だと思いますか？あと1個？紙あと1枚。やばい！あ、マジで、じゃあ屋上のやつだけだ。コッペパンゲットしてよ、コッペパン。ナイス！じゃあもうそこ開けた。あ、いた！いた！いや、来てくれ。さあさあさあ、もうね。髪ゲットした、髪ゲットした。ナイス。容赦なく、倒して、行こうかな、ポン。その雲よろしくない。よーし。あれ？もう撃退スプレーだ。遺言がボンさんと二人は無理だったんだけど、大丈夫か。キュウさん、髪ゲットできる？行きましょう。
下下下下下開いてない、もう開いてるのか上、まずいな。あ、やばい。あ、シルコさんラッキーボックス雲ゲットしちゃったよ、草薙剣。よーい、ナイス。まずい、殺せ、まずいぞ、ユーマントを殺せ。渡せないよ、ユーちゃん一発じゃないもんな。いや、お前9、お前そんなに体力あったらさすがに大丈夫だ。オラフに渡せた、渡せました、オラフ。いくぞー、もう体力ねえよ、体力ねえよ、やれオラフくん、体力ねえよ、もうあと。あー、やばい、なんだなんだなんだ、マジか。え、スパイダーで、あー、やばいやばい、あー、やばい、これはまずい。またタイマン、これ。いくぞ、あー、ナイスー。お疲れ様でーす。プレイヤーの勝利でーす。イエーイ。オラフ君に勝った時はこのまま3立てだーって思ったんだけど。違ったか。許されながらの。でもこっちは勝ちですから。2人で失礼しまーすとか言って通ってくる。あの袋小路に追い詰められたもん。なん悪気なさそうに通ってくからなんか見逃しちゃったな。動画見てくれてありがたまわり。それやめろ。メメントリファーストライブゲーム実況アリーナ 0.03 9月25日曜日開催決定。4月31日からチケ販開始です。4月はチケット売り切るために毎日日本投稿&毎日コラボ祭り開催中です。みんな来てね。じゃあ最後にせーの、いくぞたまわり。メメント